どうもオカルトゴリクター田中俊幸ですよろしくお願いします食べましたねはいちょっと最近食べてるあ、そうなんですねこれこうなんですねこれはですね友人の K 君から聞いた話なんです 彼は釣りが趣味なんですよ当時付き合ってた彼女と夜釣りに出かけたんです深夜0時に車で出発して着いたのはもう2時を回ってただだっぴろーい寂しい海岸だったそうなんですよ早速ゲイ君は釣りを始めたんですしかし 三十分経っても一時間経っても当たりがないケイ君も一人でしたら釣りが好きなんでいくらでも待てるんですがあいにく彼女と来ている彼女を見るとすごい暇そうにしているケイ君は彼女に気を使って少し離れた場所に自販機が見えたんでコーヒーでも買ってきてあげるねと彼女をその場に一人残してコーヒーを買いに行ったそして帰ってくると 彼女が何やら見知らぬ人と話をしてるんですそこはね車で来るような場所なんですよ民家もないんですよしかも地元の方ですって,って言うんですよで家族だと言うんですね不審に思いながら K 君はその場に入ったんですお父さんお母さん中学1年生ぐらいの女の子小学校1年生ぐらいの男の子の4人家族なんですよ しゃべって言いますとお父さんがケイ君の前にムーっと近づいてきてここ釣れないでしょともっと釣れる場所を知ってるんで一緒に行きませんかといしかしケイ君は躊躇したんですなぜならその家族に今あったばっかりですし何よりもずっと違和感があるすみません彼女と来ているんでで断ろうとしたら 普段大人しい彼女が「行こう行こう行こう連れてってもらおうよ」と強引に誘ってくる結局圭君は彼女に折れてその4人家族に2人でついていくことにしたんですこっちですよとお父さんが手招きして4人家族がとぼ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 奥へ奥へと暗闇の方へ歩く2人でそこを歩いていてふと圭君がお父さんの後ろ姿を見たときに ずっと感じてた違和感の正体それに気づいたんですよ。っていうのは本来隠れてるはずの服のタグが見えてるあれと思ってまじまじと見ると服を裏返しに来てるんじゃないかズボンを見るとズボンもどうやらお父さん裏返しに来てるおかしいなと思って圭君はまじまじと家族全員を見たんです。なんとその家族全員が全員服を裏返しに来てる。日本の風習でですね 逆さごとというのがあるんですけれども死んでる人と生きている人を区別するためにお葬式の際は着物を左前にしたりだとか旅を左右逆に履かせるんですそうやって死者と生者を分けるという風習があるんですケイは直感していますこの家族についていったら偉いことになるんじゃないかなどうせ今あったばっかりやし逃げようと思って彼女に耳打ちをする この場から逃げるぞと言って彼女の腕をつかんでダッとその場から逃げた急いで駐車場まで行き彼女を助手席に乗せて自分も車に乗り込んだあまりのことに彼女が動揺してですね「なんで逃げるような真似するんよ説明してよせっかく連れて行ってもらおうと思ってたのに」「いやお前気づかんかったんか」と「あいつら全員服裏返しに来てるズボンもスカートも靴までも左右あべこびに入ってるあれはやばいって」って言った瞬間彼女が「えー、すごい!」 と手の甲で拍手したんですそして「ハハはハハ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 」と聞いたこともないような声で笑い出したすると圭君はギアをドライブに入れてアクセルを踏んでるにもかかわらずザッザッザーッと車が海に引き込まれていく「お前海に落ちるぞ!」と圭君が助手席の彼女に叫ぶと彼女はなぜかガッと前に乗り出して「大丈夫ちゃんと前に進んでるよ」と言ってふっと気を失ったんです。 幸いに車は正常に動き出し、そこから離れることができたんです。もう海に落ちる数センチ手前だったんです。でもバックミラーを見るとね、先ほどの家族はもうそこまで迫ってたそうで、その顔っていうのはなぜか怒るでもなく、わから笑うでもなく、どこか寂しげだったと。ありがとうございました。 あのこれ鳥取出身の A さんっていう女の子から聞いた話なんですけどもあの当時子供の時にね実家が鳥取の市街地にったんですよ。で少し離れて山深く入ったところにおじいちゃんとおばあちゃんが住んであってで夏休みとかは母親に車で連れて行かれて数日間過ごすっていうのが定番だったんですね。で 小学校ね3年生か4年生ぐらいの時の思い出であのまた連れ夏休みに連れて行かれてでやることといったらおじいちゃんの畑の手伝いとかあとはおばあちゃんに遊んでもらったりするんですけどその日はねあの2人とも忙しくて1人で、えー、時間を潰している時があったんですよ。で遠くの方にね ナ屋があるんですけど、そこは危ないから近づいたらあかんって言われてたんですけど、ちょっと行ってみようと思って前を通り過ぎたんですよ。じゃいつも鍵が閉まってあったはずなのに、そ,その日は開いてたんですよね。で興味本位から入ったんですよ。で入ったら、農作業道具とか着物古い着物とか、何年も使ってない感じの物,物置状態になってますよ。でそのナ屋は二階が 2階は吹き抜けになってて口の字型にこう廊下みたいなのが走ってるんですよ柵があってで1階の中央から斜めに左斜めにはしごが2階に立てかけてあって2階に登れるで1階もその英子さん物色したんで2階にろうと思ってはしごに手をかけたんですけどその時に人の気配感じるんですよでパッと見るとねその 2階のはしごを上りきったところの柵の上にね同い年ぐらいの女の子風貌で分かったんですけど女の子がね後ろ向きにちょこんと座ってるって言うんですねでまあ赤い着物着てて刈り上げてるんですってであれと思ったんですけどじゃあ「私よっちゃんっていうの?」って言って喋りかけてきたんですって。 で暇もって遊んでたしその同い年ぐらいの子供がそこにはあんましいなかったんで嬉しくなって「あ私えええちゃんっていうの」って言って「おじいちゃんのところに遊びに来てて」って言ってそこから会話をいくつか交わしたってで,でもっと近くで喋りたいなと思って梯子登ろうとしたんですけどその瞬間におじいちゃんがねあの A ちゃんって言って探してる声が聞こえてパッと外見ると自分の感覚では全然時間経ってないのにもう真っ暗になってるんですよずいぶん時間が経ってるんですよ。帰らなあかんわと思ってそのよっちゃんっていう,いう女の子に「また明日も遊ぼうね」って言うと「あ明日それじゃあもっといいところに連れて行ってあげる」って言われてその苗を出るんですよ。でおじいちゃんのとこに行ってあおじいちゃんには。 お前どこで遊んだよこんな遅くって言いながら家帰って「もう夕飯できてるから」って言っておじいちゃんとおばあちゃんと3人でご飯食べててその今日の出来事を言うんですけどで納屋に入ってって言った瞬間にもおじいちゃんとおばあちゃんの顔がこう険しくなるで「よっちゃん」っていう友達ができたってその「よっちゃん」って言った瞬間にもっと険しくなるで2人でボソボソってこう話をするんです よっちゃんんが出たよよっちゃんが出たみたいなことを言うんで,すってで「すちょっとおいで」って言われておじいちゃんどこに連れて行かれるかって言ったらさっきの納屋に連れて行かれるんです。で連れて行かれて、まあ、鍵が開いてたんでそのまま入るとやっぱりその女の子はまだいるんですって。で躊躇なくおじいちゃんが梯子をバーッと登っていってそのヨッちゃんという女の子を軽くこう持ち上げるんです。 でその瞬間にずっと見えてなかったあの顔がね見えるんですけどそ,それで唖然としたんですけどあの全くその凹凸がないというかただの木の棒なんですよ。木の棒にををかぶして着物を着物せるだけなんで,すでさらにびっくりしたのがおじいちゃんがその木の人形に耳元を、まあ、近づいて話しかけるんですって。で A, A さんを指さしながら「あの子はダメだぞ」って「連れていったらダメだからな」って言ってもう一度元の場所に戻して降りてきてで納屋を出て鍵を閉めてで A さんにその「あそこにはもう近づいちゃダメだよ」って言って帰ってで A さんはものすごい怖くてもうその理由も何もずっと聞けずじまいた。 っていう話を聞きました。<laughs> ええー、僕はですね、階段を集めてるんですが。自分での体験というのが非常に少ないんですよ。だから人から聞いて集めるんですけど。まあ、数少ない中で。 えー、ちょっと怖かったなって思う出来事がありましてそれが僕が高校生の時なんですが大学受験があって絵が、えー、好きだったもんで美術大学に大学を受験すると。で昔から子供の時から画塾に通ってましたので懇意、えー、にしてる先生がいるんです でええー、だけで、えー、デッサンだけで進める大学を選んでですねその高校もう2年生ぐらいから受験勉強してたでその頃ろ画塾の先生が夫婦なんですか男の先生と女の先生夫婦でやってまして大阪の高槻っていう場所があるんですけどそこの山のふもとに家があったんですよ。 そこで休みの日とか例えば冬休みとか夏休みとかおきい休みの日はもう合宿してたんですねでひたすら絵を描くその先生の家があってその隣に、えー、1階が喫茶店になって2階がアトリエになっている先生の持ち物があるんですそこの2階のアトリエで僕はずっと合宿をしてたんですねで冬休みだったと思うんですが寝袋を持って またた週間ぐらい合宿してたんですよで先生はというと一応関西で、えー、絵画教室を開いてるのでたまに家を留守にすることがあったんですね。まあ、夜には帰ってきますので僕がこうデッサンとかしたものを夜こうアドバイスを受けるそういう感じにしてたんです。である時先生が えー、神戸の方で絵画教室開くんでちょっと遅くなるっていう時があったんですよ。その時に僕寝袋で、まあ、ちょっと遅くなったんで仮眠取ろうと思って、まあ、夜中にまた勉強しようかなと思って早めに寝た時期があったんですね。で寝袋でこう寝ようとして意識が遠のいていってる時に。 カッコロッてこうなんていうんですかねあの足音なんですけどこうその辺って民家がないんで人が通るっていうのはないんですよまず。で先生とかの足音ってザッザッザって感じなんですけどか感じなんですけど、か、こ からコロンみたいな足音がするんですよ。でノイズ混じりのなんか歌が流れてるんですね。周波数があラジオと合ってないようなみたいなでも何かの歌なんですよ。よフォークソングのような。でそのからんコロンからん 多分下駄だと思うんですがそれがその,1階の喫茶店の入り口で泊まるんです、まあ、僕も誰やろうと思いながらそのまま寝たんですねで夜中目が覚めたら先生らは帰ってきててあの、えー、絵を見てくれて夜中ですけどもアドバイスを受けたんですで次の日もまた先生が出かける時があった でまた僕一人で書いてて寝袋で寝ようとしたら昨日と同じ時間帯にまたカラッコロッて下駄の足音が聞こえるんです確かにでまたノイズ混じりの音音楽がなんか流れてるでその喫茶店の1階の入り口で止まるあまた昨日の人やなと思いながら眠りについたの で次の日に先生も用事なかったので付きっきりで教えてもらってた時があってで大体僕が教えてもらってたのがその奥さんの方で女性の先生だったんです先生も自分で絵を描き出したんですで自画像のようなものを描いてたんですがその時におもむろにそこの2階のアトリーにはレコードプレイヤーがあったんですよ で先生がある曲をかけたんですが。それが井上陽水の傘がないっていう曲だったと思うんです。でそれ聞いたときに。あっと思って、ずっと。昨日。でおととい。下駄の足音と一緒に来てた。そのノイズマジンの曲がそれだったんですよであっで気づいたんですが。 何も言えず先生がこう書いてる自画像をねあの見てたんですけどそれは自分の自画像じゃなくてなんかね日本人じゃなない顔なんですよで気になったから「これどなたですか?」って聞いたら「あこれは大学時代の先生の友達やねん」でもこれ日本人じゃないですよね」あこの子はあの外国人とのハーフで。 でしかもちょっと黒人の顔なんですけども肌が白いで時代も時代なんでかなり差別を受けた子なんやねで大学で知り合ってすごい仲良くなってたっていうんですよねああそうなんですかでもなんで今描かれてるんですかって言ったらそのいつも遊んでたんですがある時この自画像の 黒人のような子がです、ね、今日はちょっと朝まで一緒にいてくれへんかっていう時があったらしいんですよ。で懇願したんですが奥さんの先生は門限があったんで「いやそれは無理や」ってしぶしぶ断ったんですよ。で次の日彼のところに行ったら部屋で首をつっ 亡くなってたら「しいんですでいつかあなたをモデルにして絵を描きたいね」って言ってたんでその夢が叶わなくなったんでなんかふとちょうど今ぐらいの時期に亡くなったんでそれを思い出して描いてんねんってそう言ってたんですよ、ね。って聞いた後にこの子ないつも下駄吐いてな「傘がない」がすごい好きでラジオから流してたな。 カセットデッキから流してたなってそう言ってますその時に僕ゾッとしたんですけどなんか昨日おとついあったことを先生には言えずにいま、えー、だに言えずにいます、ね、ありがとうございましたその大根とね 岡山の車工場行きましてね僕はあの部署がえっ、ーえー、とね足回り担当やったんですよこのタイヤのそれをぐるぐこう上からなんかドリルみたいなのをガーッガーッてネジを締めるんですよで大根は最終工程車がほぼほぼ出来上がったやつが。 あるんですけど半地下に入るんですよ半地下に入ってで上にこう車がピュッって来たやつをここのネジをギュッって締める担当で1週間もたたへんうちに弱音を吐いたんですよ大根は帰りたいって。で「いやもうちょっと我慢しようぜ」って言ってあのボーナスが出るからねで我慢しようって言っててで結局あの。 もう耐えられへんんって言うんですよねでそんなに仕事がしんどいんかって聞いたらいや俺は全然仕事は耐えれんねやっていうんですよ。っていうかそういうタイプなんですよもともと大根って。あのバイトとかも一緒にやったことあるけど弱音入ったことないし結構頑張るタイプなんですよ。じゃあ何が原因なんて言ったら朝からで朝からその半地下に入って。 作業してたらその半地下なんで車が上に来るんですけど車と地面の間がちょっと空いてるんですよこの辺そっからねあのおっさんが覗いてくるって言うんですよそれがもう終わるまで朝からまむそれが鬱陶しくてすごいあのもうストレスになってるってってでそれが嫌やないって,ってでそれはでも言った方がえなって,言って社員に。 俺明日言っとくわ」って言って次の日なったんですけど結局次の日最後のは荷物まとめてもう帰っちゃったんですよやめてでああ俺もしゃあないなと思いながらで、えー、僕はこうタイヤ回りをこうやってた時に社員の人にね実は友達があの「もう帰りまして」って言って「あお前一緒に来てたもんな友達とそうなんですよ今日の朝はもう帰る」って帰ったんですよあれ 仕事がきつかったって言って「いやあの一番こう半地下に入って車の下の部分を回すとこです部署です」って言ったら「あそこはめちゃくちゃ部署の中でも一番きついって言ってたで」って社員が言っててるあいやでも大根は全然あの仕事は苦じゃないって言ってたんですよ。えー、それじゃ何なんて言ったらいやその 半に入るじゃないですかって,言って車が上につられてくるじゃないですかってその間にずっとおっさんが見てくるって言ってそれがもうあのストレスでやめたんですよね <laughs> って言ったらその社員の人が「<laughs> って顔がわからさまに <laughs> えっどうしたんですかお,お前ちょ昼飯行く前にちょお前そこの現場連れて行ったるわ」って言われて「あはい キーンコーンコみたいな感じの,あの音が鳴って昼飯になんのよ。で昼飯の時に行こうって言って大工がやってたね部署まで連れててくれたんですよだからここかってパッて見たらもうガチガチにフェンスがされてて人が入れるようなとこじゃないんですよ。で「これお前見てみ」って言われてこんなとこでそのおっさんが見,見,て見,見れるかって,っていや確かにこれ人が入れないんですよ。 そうやね、ここはもともと危ない場所やからそんな人が入れるとような場所じゃないねんそしてここで昔つられた車がね落ちてあのちょうどこう上がろうとした社員かの人が挟まって一人一人死んでんねん。お前の友達多分その人見てるんじゃないかっていう。 そういうい話ですで僕はすぐ大悟に電話したんですよ「大ンお前が見てたん多分幽霊やぞ」そんなおっさんあそこ入られんぞ」って言ったら大ンが「絶対に幽霊じゃない」透けてなかったもん」って言ってたでそういう問題じゃなくて <laughs> 分からへんけどそういう話です。 これは H さんという女性が教えてくれた話なんんです、えー H、さんが中学生の時にですね放課後友達と、えー、話し込んでしまって遅くなった日があったんですで急いで帰ろうと思っていつもの帰り道を通ってたんですその時ある交,交差点に差し掛かったそこを右に曲がろうとした時に左に、えー コンクリートの蓋がこう連なっている側溝ですよね。溝の前に膝をついて土下座したようなえ姿勢で人影を見たんです。あれと思ってまじまじ見たらやっぱり人が土下座したような姿勢で溝の前にいるなんか落とし物かそれとも 病気か何かで苦しんでるんじゃないかなと思って近寄ろうとしたんですしかし夏場にもかかわらずダウンジャケットを着て裸足だったそうなんですねで男性か女性かもわからないちょっと気持ち悪いなと思って様子を伺がってたそうなんですするとブルブルブルっと小刻みにその人が動くらしいんですねブルブルブルっと。 気持ち悪いけどもこれは多分もしかしたら何か持病で倒れたのかもしれないと思って恐る恐る近づいていったんです。でその土下座し,してる姿勢の人の横に来て見下ろす形まで行った時にゾッとしたんですが頭ごと溝の中に入れてるんですその人。そっ ここに頭が入っているんですが頭の形がみっちりと隙間なく溝に埋まっているそうなんです。みっていうのはもうみっちりで言うなればケーキの生地を肩に流し込むようにみっちりと入っている。腰抜かしそうになったんですがその みっちり入ってる頭を引き抜こうとしてブルブルブルと揺れてたそうなんです後ずさりしたときにその音に気づいたのかそのものがそいつがですねもっとこう急ぐようにブル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 と体を揺らすなんとかその場を離れて H さんは家に帰ることができたんですよ で、そのことを思い出してもこのズズズズズっていう,こう頭を引き抜こうとする音とその光景が忘れられなくて親にも言えないし、自分の体験談を話すことがでももしかしたら次の日新聞か何かに出てるかもしれないそう思って次の朝新聞を見るんですが一切そこには何も載ってない。 で学校に行っても友達に友達からはそういう話を聞かないそこから怖くなって一人ではもうその道を通らなくなったんですで高校に入学して、えー、通学路も変わるんですがだからそのことはもう一切忘れたんですそして大人になった時にちょうどオカルトブームが来てたらしくてネットで いろんな階段のサイトとかが上がってた時代だったんそこで H さんも好奇心からいろいろなサイトを見てたんですがその時にある一つの投稿者の記事が目についたんですそれは投稿者の男性が昔自分の家の近くで家と家の間に 挟まっている大きなな頭のの何かを見たっていう話の内容なんですそれを見てからその男の人も誰にも話せずにいてしかし社会人になって上京した折にですね飲み会の席でその当時見た頭の大きな何者かの。 話を人にしたんですするとその帰り道一人暮らしの家に帰る道すがら踏切でで待ってたんですするとゆっくり、えー、各駅停車が目の前を通り過ぎていくんですけどもその何両目かに当時見た頭の大きなそれが乗ってて自分のことを じっと見てたって言ってます。最後にその投稿者はこうやって締めくくるんです。当時のその話をして、そいつの話をしたことによって、またその頭の大きなそれは姿を見せるので、見せるのであろう。これを聞いてエイさんは好奇心の方が勝ってですね。 当時見た溝の溝に頭が埋まった男の話を僕にしてくれたんですその帰り道栄一さんは多分私の今日の帰り道はとても長く感じることでしょうとそう言ってましたありがとうございますこれだから ですよね、あのなんていうんやろな階段というか今ちょっと狙ってる物件があってっていうでそこもその僕が通ってる骨董品屋にまつわるところでその骨董品屋さんを真似た人がいたんですよ。 僕の水月とかねあの、えー、譲ってくれた方のお店を「あこの店いいな」って言って「こういう店やりたいんですよ」って言ってある場所に物件を借りて2階建ての物件を借りてそういう店を本当に始めたんですよ古道具屋さんみたいな。でやり始めてですねその水月とかを譲ってくれた人が。 えー、様子を見に行ったんです1ヶ月ぐらい経った時で見たらお店もしっかりきれいにしてて「あいい感じやね」ってこう話してたら「あなんですけどもお化けが出るんですよ」っていうのその人が「えなんでいやこれ見てください」すごいねよく見たらそのお部屋あの監視カメラが異様にす何個も つけらられててたらしくてでその動画を見,見てたらもの物がコトンって落ちたり人形がスッって動いたりするらしいですよ。でこうあこれなんか気持ち悪いな」って言ってたら「いやずっとこれ動くんですよものが」お前これここだ事故物件なの?」って聞いたら「いや全然知らんかったんですけどちょっと奥行ってください」でその人が奥行った。 そうじゃね結構大きめの庭があるんですよそこに幅3メートル深さが8メートルぐらい大きな穴がボコって開いてるんですよ。これなんやねんって言ったらいやここ実は昔借りてた人が養殖をね魚の養殖をしようとしたらしいんですわで昔のこの養殖をやろうとした人が。 だからおばあちゃんが一人暮らしててでなんか,孫を預かっていたらしいんですで結局その魚の養殖はできずに、えー、水を張ったところである日そのおばあさんが溺れて浮いてたんですってそこの自分で養殖しようとしたでで、まあ、学校か何かから帰ってきたら孫がそれを見て多分 パニックったんですよね助けようと思って孫も池ででくなっているんですよえー、お前そんな話最初聞かんかったって言って「いや教えてくれんかったんでなんか隣の人がね教えてくれた」って。と <laughs> いうことはこの現象っていうのはその人らが起こしてるのかって言いたらいやそうでもないかもしれないですよ。これ見てくださいって言ってある写真を見せられて。 じゃ、店で。店の中で。撮ってる。自撮りしてる写真なんですけど。窓に。めちゃくちゃ。古い。戦前とかの。女の子が写ってる。だから、庭で死んだ。池で死んだ人っていうのは。最近なんですよ。近代なんですよ。だから。また別の何かが。写ってるんですよね。 まあでも僕はこういうのは耐えれるんですと別に写真にね写、えー、ろうが、えー、物が釣れようがいいんですけど最近その池で亡くなったババアが「ババアって言ってました僕が言ったんじゃないですその池で亡くなったおばあさんがね首を絞めてくるんです だから寝てたらぐわーって首を絞めてくるんですっで、まあ、ここちょっとね、えー、言えないんでちょっとぼかしますけど何々とこれ人の名前なんですよ。何ととお前二人とも死ねって言ってくるらしいですよ。その人ともう一人名前言うって「死ね死ね死ね」死ねって言って首を絞めてくるみたいで。 毎晩首締められてでしかも「これ見てください」って言ってもこれねちょっと珍しいんですけどそのおばあさん亡くなったおばあさんの幽霊が写メを送ってくるっていうんですよ携帯に。幽霊がメを送ってくるらしいですでどんな写メやって見たら殴り書きで「しね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 」ってノートいっぱいに書いてる写メらしいんですよ。っって言ったら 当て先も全くないんですって、写メが送られてきて、見たら消えるらしいんですよ。でもそのし、一瞬の間にスクリーンショット、その人は撮ったらしいんですね。で、結局、まあ、それと。ちょっとね、あの、言えないこともあるんで、いろいろあって。まあ、そういう怪異現象が起こって、その店からは。出て行ったという。そういうお話ですね。で、その物件を。 借りたいなって僕思ってるんですけどちょっと高いねんな,なんちょっとカードパンパンいくなっていう感じでちょっと無理やなっていう僕の先輩で森くんという方がいるんですが森くんの友人で、えー、瀬戸内海に浮かぶ ある島に住んでる方がいたんですよ。で当時森くんはその友人に会うたびにたびたび神戸からあの車に乗って通ってたらしいんですけどもある時いつもより行くのが遅くて、えー、山口県のフェリーのび乗り場からその最終のフェリーに乗って島にたどり着いたんですで島の入り口から友人宅は 全く逆の、えー、ところにあるいつもなら島のこう周回をぐるっと巡ってその海沿いの道を通っていくんですけども時間が遅かったんで近道しようと思ってそのまま対,向その対角線上に、えー、進んで山を越えようと考えた。 で森君も結構こう考えいいのであこの道行ったらいけるんじゃないかなと思って探してたらちょうどこう山の中に入るそれらしき道が見つかってもう迷わずその道に入ったんですで田舎道なんで最初は2車線できれいな道だったんですがそれが1車線になって次は獣道になっていって。 もう沿道の草が車にに当たたるぐらいにななっってきんんです、ね、で夜中ですし真っ暗なんですすね夜中し真暗よ森君も一人で運転してるんでだん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 こう心細くなってきてでも U ターンもできないここから引き返すにもまた時間がかかるしと思って一人でずっと進んでたんですどうしようかなこの道で合ってんのかなって不安になった時に目の前に ーっと赤い光が見えたんですねで。よく見るとバイクのテールランプなんですであっこの道で合ってたわと思って安心したんです。で安心してしばらくそのバイクにずっと近づいていって後をついてたんですね。で心の余裕ができたのか元来、えー、乗り物が好きなのであのバイク のバイクやろううと思っってまじまじじ見見に行たたんですよこう見たんでですすこね近くまで寄ってするとそのバイクっていうのが頭髪のランペットっていう60年代に製造された珍しいバイクだったそうなんですあやあれランペットやな珍しいバイクが走ってるの初めて見たと思ってさらに興奮したんですでまだしばらくついていってたんですが このランペットっていうのはそのマフラーの音がねピーンという特徴的な音をするこれ森くん知ってたんで音を聞い,聞いたろうと思ってこう窓を開けたんですね。で耳を澄ましたところ全く音が聞こえないいらしいんですよバイクがその目の前に走ってるにもかかわらずバイクの音も聞こえないらしい。 でこれやばいなと思った瞬間に急ブレーキを踏んだするとラジオのノイズをもう何倍にもしたような音でガーッというノイズがですね後ろから森くんを車ごと包んだってうで,でうわーっと思って目をつぶってブレーキを踏んでる次に辺りを見回すと どうやら山の山頂に出てたらしいんですで先ほど音がしなかったバイクが道なき道をそのまま暗がりに消えていったって言うんですねあとりあえずここで U ターンできると思ってすぐ車を切り返したんですよその時にヘッドライトがですねその消えていったバイクのあたりを照らしたんですよその時に登山用の 標識みたいなもので朽ち果てた杭の上に段ボールで、えー、書いてたものが書いてた文字っていうのがそして U ターンして森くんは時間がかかるけども来た道を通っていつもの、えー、海沿いの周回を巡る島をの海沿いの道を渡って 時間がかかりつつも朝方友人宅に着いたんです。心配してた友人が遅かったなって,言って出てきてくれたんですが。森君が近道を探して、今。こうあった出来事をまくしたてるように友人に話したんです。すると、その。森君の話を聞いてた友人が。一通りこう、話し終わると、森君それはいいけども。 背中大丈夫えっ,っ,っと思ってシャツを手繰り寄せると血がべっとりついてるらしいんですで怪我したんかなと思って上半身を脱いだんですが傷一つないその血っていうのは運転席にもべっとりいいてたらしいですとりあえず友人宅に上がって 友人ののお父さんんにもその話をししたらしいんですするとお父さんが「あっ」という顔をしてそういえば昔その森くんが走ってた道で教員やってた人がバイクで事故して亡くなったな多分その人じゃないかそういう話をしてくれたそうです。ありがとうございました えー、これは階段を集めてる時に、えー「この現象って一体何なんですかね?」ってあとある男性から聞いた話なんですが彼は物心ついた時から左耳の奥から男性の低い声がするっていうんですよ。で最初はお父さんだと思ってたんですがどうやら違うと。しかも 毎回一緒の言葉なんですよそれが「そんなのあげちまえよ」って言ってくるらしいんですよ。保育園に行ってた時にすごい気に入ってたおもちゃがあったそれを友達と取り合いになったらしいんです。でどうしても遊びたくてその友達に渡したくないと。そののに左耳の奥から そんなのあげちまえよとっさにおもちゃから手を離したすると友達がそのおもちゃを譲ってくれたと思って「ありがとう」って言ってそのままそのおもちゃで遊んでたんです次の瞬間ギャーってその友達の悲鳴が聞こえたおもちゃから出てた針金でスパッと指を切ってたんですね 手術すするぐららいい切ってたらしいんですまた小学生の時には好きな野球チームがあってそのチケットを親戚のおじさんが取ってきてきくれたらしいんです自分のために取ってきてくれてで行こうと思ってたんですがお兄ちゃんがいましてお兄ちゃんもそのチケットを取って一緒に野球を見に行きたいチケットは1枚しかないんですよもらっているのは。 おじさん一枚ともう一枚チケットの取り合いになったんですがやはり左耳の奥から「そんなのあげちまえよ」って聞こえてとっさにすするとお兄さんとその親戚のおじさんは野球を観戦した帰りに交通事故にあった 命に別条はなかったんですが大事故だった全治1か月ぐらいの大事故だったらしい。また高校生の時には好きな女性ができてでも同時に友達も好きになった女の子は決められないと。 で譲りたくなかったんですが左耳の奥からそんなのあげちまいよってそしてその女の子から手を引いたんですどなくして友人は付き合うことになったんですがその女の子は非常に気が多くていろんな子と同時にお付き合いをしてたらしいんです。で結局振られてすごい心に傷を負ったっていう。 で大人になるに従って無意識にこの「そんなのあげちまえよ」っていう左耳から聞こえる声に無意識に従っていったらしいんです。っていうのはですう悩み事とか決めることの合間合間にその言葉を聞こえてその言葉に従っていく。 で社会人になって会社勤めをするんですがかなり忙しい会社で社会人1年目の時に重大なミスを犯したらしいんですよ。で上司にこっぴろく怒られてその時にすごくパワハラを受けたらしいんですね。で「お前このミスどうすんねん」と。お前一人じゃかぶれんぞ。 お前なんんか死んでくれと「いや死ぬんじゃなくてお前の命をくれ俺に」って言われたその時に左耳の奥から「そんなのあげちまえよ」って聞こえたその瞬間彼は会社の事務所を飛び出してタタタタタタッと階段を上ってですね会社の屋上まで行ったで気が付いたら柵を乗り越えてビルから飛び降ろうとしてたらしい。 その時にハッと気づいて「いやこれは違う」とこれに従ったら死んでしまうって思った瞬間に左耳の奥からフッ舌打ちが聞こえた。んです。と同時に右耳の奥からバサ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 ,バサッっていう音とともに大きなカラスのようなものが飛び去っていったっていう。 田中さん、これってどういう現象なんですかねって男性に聞かれたことがありましたありがとうございますこれはですね奈良,奈良にねあの桂城山ってあるんですよ山 でそこは修験道とかがこう修行するところが近くにあったりしてそのね桂城さんの麓でね、えー、カフェをやってる方がいましてでその人から聞いたお話なんですがあのそこって何て言うんですかね観光客もなかなか行けないようなところなんでたまにその修験道の人ら修行してる人らとかバイクでツーリングしてる人らとかが来るような。 場所なんですよ山ののにあって桂木さんので周りは田んぼとかその、えー、牧場とかもあるのかなそういう場所なんですがある時に、ね、カフェでそのオーナーがですね、まあ、今日も、まあ、お店を閉めようかなと思って片付けをしようとしてちょっとその店の前に出た時にドロッドロに汚れた子ども小学生ぐらいの 男の子がいたらしいんでですすよ裸足なんですよしかも。で見た感じもなんかね現代の子じゃなくて昭和初期みたいな格好の子なんですよ。で家出してこう,うろついてるんちゃうかなと思ってちょっと心配になったんですよ。でもこのまま逃げられてもあの困るんで警察に言おうと思ってるんでこう一回中に入れようかなと思ってお店に。じゃその子供が おっちゃんここ何の店やって言ってくるらしいんですよ。元気いい感じなんですね。でいやここはそのカフェというか喫茶店や。喫茶店それは何するところや。いやお茶を飲んだりとかご飯食べたりして休むとこや。ああそうかいな。でそんなことを聞くんですけどその心配になっているもんで。 そのお腹減ってなるなってそれ、ね、じゃあカレーライスでも食べるかってそのオーナーが言ったんですその子供に「じゃあカレーライスって何や?」って言んすいやカレーライスって言ったらお前もうご飯があってやなそこにカレーのルーをかけたやつやなあライスカレーかいなライスカレーはわし好きやでって言うらしいでなんですよ。か古い言い方するの変わった子供やなと思って「じゃあまあ食べや」 ですねでカレーライスを出して食べさせてたんですよ。でうまいうまいなこのライスカレーうまいなで,でもこれ辛いわってちょっとで,で辛いからちょっと水くれやって。でピッチャーに入れてですね水も置いてじゃカチャカチャ鳴らしながら水もガブガブ飲んでたらしいんですよ。であこれじゃあちょっとまあここおるなと思って一回厨房に入って。 まあ皿お皿がちょっと残ってたんでそれを洗ってで、まあ、警察に保護してもらおうかなと思ってでカチャ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 ゴクゴク「ごくごくうまいわ」って言ってるん,んですよ。でピタッと音がやんでね「あれ?」ってパッて見たらいなくなってるんですよ。あ逃げてもだかなと思ってあも,うもうちょっと早く言えばよかったなと思って近づいていったらそのカレーライスがねそのままなんですよ。全く手をつけてない。 あれで水もピッチャーに入ったままで全くコップにも水が入ってないんですよ。えー、と思って確かに食べてたしなと不思議なこともあるもんやなと思ってそのオーナーはその残ったカレーライスをその日は自分で食べたらしいんですね。でその桂木さんの山の近くにあるその修験道ゆかりの、えー、お寺があるんですけどもそこに行った際にですねそこの 住職のです、ね、今の話をしたんですよこういう不思議なことがありましてって言ったら「あそれはオーナーさん素晴らしいことをしましたんです,すごくいいことをしましたね」と「えそれはどういうことなんですか?」って「いやこの地域にまつわるそういう伝承があってお店をしてたり商売をされてる方の前にみすぼらしいこうお客さんにはそぐわない、えー、人が出てくることがある」 でそのお客さんあのみすぼらしい格好の人を追い払ってしまうとあ全然よくないことが起きて店がもう没落していくとでもそのみすぼらしい格好した人に施しをするとお店が繁盛するっていうそういうお話がここら辺には伝わってるんですよえそうなんですね」って言ってそっからその喫茶店もすごい繁盛しだしたっていう。 こういうお話ですありがとうございました